お盆でございます。最後になりました。野田総理より辞令をいただきまして、東日本大震災復興対策担当大臣及び防災担当大臣を命ずられました。再任となりますが、担当大臣として引き続きしっかりと取り組んでまいります。大臣に就任にあたっての抱負を申し上げます。で、私はこれまでも現地には内閣副大臣、被災者生活支援チームの事務局長としても、あるいは2ヶ月前にこの復興大臣を拝命した後も何度も現地入りをしまして、被災者の皆さん方に耳を傾けまして、被災地の復旧復興に向けて取り組んでまいりました。引き続きこの姿勢で、使命感と責任感を持って全力で取り組まなければならないと考えております。今後の復興への取り組みにあたって、次の3点が特に重要ではないかと考えています。まず第一に、復興基本法に基づき策定された復興基本方針、これに沿いまして復興に向けた諸政策の実施に取り組んでまいります。具体的には、今被災地域の市町村が復興計画を策定しておりますけれども、その策定支援をしっかりやるということでございます。それから公共施設等々については、担当の各府省が事業計画工程表に基づく施策を着実に進めることにしておりますので、これをしっかり進めることにより市町村の復興に向けた取り組みを支援できると考えております。それから復興特区、使い勝手の良い交付金、こういったものについての制度設計を急がなければならないと考えております。併せて関連の法律についても骨格の整備を急ぎたいというふうに思います。それから第三次補正については、各府省としっかりと連携を取って準備を進めてまいりたいと考えております。第二に、復興地域が主体となって取り組むことが基本でありまして、被災地に設置している現地対策本部の機能を積極的に活用しながら、地域の声に十分に耳を傾け、国として被災地の復興をしっかりと支援してまいります。それから原発事故の被災地については、まず事故の収束が第一でございます。何としてもスケジュール通り冷温停止を、あるいはスケジュールより前倒しして、これを実現していただきたい、実現しなければなりません。合わせて被災者に対する支援もしっかり取り組んでいきたいというふうに思っております。第3に、復興基本法は与野党の合意に基づき成立したことを踏まえまして、復興の具体的取り組みにあたっては党派を超えて広く与野党のご協力をいただきながら進めていきたいと考えております。被災地における一日も早い生活の再建、社会経済の再生のため、国の総力を挙げて将来を見据えた復興への取り組みを進めていく覚悟でございます。次に、防災担当大臣としての抱負を申し上げます。さまざまございますけれども、一番目は、何といっても今回の東日本大震災の教訓を次に生かすこと、でそのためにも東日本大震災で何が起こったのか、どういう対策をしたのか、しなかったのか、そういったことの影響をしっかりと分析して、次の災害に備えると、これを早急にしっかりと取り組んでいかなければならないと考えております。とりあえず私の方からは以上です。なお、台風12号、今全国的に、特に東北から関東にかけて大雨警報が出ておりますけれども、引き続きこの情報収集にも当たってまいりたいというふうに考えております。以上です。どうぞ。産経新聞坂本と申します。3点お願いします。菅前総理が退任直前にですね、大臣も当時閣僚の一員だったと思いますが、北朝鮮の国務省化について審査の再手続きの指示をしましたが、これについてどう思われているかという点と、2点目がですね、小沢元代表の資格停止処分について、これをどうすべきかという点、3点目に、野田首相がですね、これまでに永久戦犯は戦争犯罪人ではないという見解を示されていますが、これについて大臣にご所見をお願いします。菅総理は最後の最後まで仕事をしっかりするということを繰り返し申し上げて、おっしゃってましたんで、その判断もさまざまないろんなことを勘案して、下された判断ではないかというふうに思います。1点目ですね。それから2点目は、小沢元代表のお話でございますけれども、党ので決めたことですから、これは党で議論されることだと思います。ただこれは私官邸から国会でも申し上げておりましたけれども、今は本当に国難の時でありまして、党の総力を結集していろんなそのことに当たるということが大事で、
その中で小沢先生の力を借りるということは私はあってもいいではないかと思います。その力を借りるときに、党員資格停止ということが問題なのであれば、私はそれは政治的な判断として一時的に棚上げをする、あるいは凍結するということはあってもいいのではないかというふうに思います。いずれこのことについてはぜひ新体制の中で議論をしていただきたいテーマだというふうに思います。それから何だっけ、駅船舶、まあ、これはあの政府見解の通りだと野田総理もおっしゃってますから、それでよろしいんじゃないでしょうか。どうぞ。日本の新聞の岡と申します。新体制公演にあたって、まあ、二重論対策というのがすごく大きい問題だと思いますけれども、まあ、国会でのいろんな審議もありますが、それに対してどう取り組むのかという点が一点と、あと、まあ、TPP の問題ありますが、まあ、大臣は副大臣時代にですね、TPP の担当もされてましたし、今大臣ですけれども復興の担当もされてた中でですね、まあ、その最前線にいた中で、あの TPP に対して政府としてどう取り組むのか、大臣としての個人的なお考えでもいいのでよろしくお願いします。二重ローンにつきましてはですね、まあ、まだ与野党間で若干のその気候の問題とかですね、なんかで相違があるというのは承知しておりますが、基本的な骨格考え方については一致しているというふうにも言いますし、まあ、すでに宮城、岩手、福島においてもこの二重論対策に向けた枠組みがもう動き始めています。ですからこの枠組みをしっかり使ってですね、この二重論問題の解決に努力していただければいいかなと、いいというふうに思っています。でその上でなお不足のものがあれば、この二重論問題、制度設計どこを補強しなければならないか、あるいは法律的に何か必要だということであれば、その都度対応すればいいというふうに思います。それから TPP については、私は今でも TPP は賛成、やらなければならないと考えております。ただ、今回の震災で水産業は相当ダメージを受けました。農業についても放射能の問題でかなりの風評被害を受けているという中で、この TPP の交渉に参加するかどうかということについては、もう皆様とご承知のように、国論を二分するような大変大きなテーマであって、今、この国難という状況の中で、TPP についてどうするかというような議論をする段階では、私はないと思っています。まずはこのことも重ね合わせに申し上げましたけれども、まずは復旧・復興に全力を挙げると、でその上で、その目をつけるということで、そこから、TPP をどうするかということで、考えるべきではないかと思います。ただ一方で、日本間連携 EPA でありますとかですね、あるいは日中間のいろんな合意交渉、これ議論が進めておりますので、これはぜひとも進められるところは進めていくべきではないかというふうに考えています。